やろう YouTube! イエース時間の鬼ま虫子こと沢茂美です。今日はベーシックインカムについて私の考えをシェアしたいと思います。ベーシックインカムとは一体何なのか、一言で言うと、現在のこの社会はいろんな方をいろんな方向から守るために税制、生活保護をはじめとしたあ,のあらゆる社会保障、こういったもので守って、えー、うまく整えていって、えー、みんなの幸せを取ろうっていう考え方なんですけど、それをもうシンプルにしましょう。シンプルにっていう、つまり、 もう全員がある一定のベーシックとなる一定の収入を社会、国からもらうようになって、そのお金の中でベーシスとなる生活は全員、国民全員がやっていきましょう、そして自分たちの経済活動をさらにやることによって、止める人、あの頑張った人、社会により価値を与えた人、こういったものが評価される、そして自分たちのモチベーションを高めて、この国、日本を。 良くしていきましょうっていう、そういう考え方ですね、ベーシックのインカムを作る、えこれの利点と欠点と問題点とその対処法について、今日はシェアしたいと思いますけれども、なぜじゃあベーシックインカム導入しなければいけないのか、なぜ今,もの,今のままではいけないのか、これね、一言で言います。一言で、今は資本主義ですね、資本主義っていうのは止めるものとあの止めないものが出てくるってことなんですけれども、実はこれ、資本主義だと思ってやっているこの社会制度、我々、 やってるこの社会制度は資本主義じゃなくて、ですねこのように言います、経済的奴隷制度、すなわち経済的にこれ、ね、あの奴隷制度でこうもう働きなさいって言うとねやっぱり悪いのでできないので、あなたがこの職業を選んだんでしょえだったらしょうがないよね。うん、えじゃあ、この給料でやるってあなた言ったんですよね。え他のところに転職するんですかそしたら給料下がりますよね。じゃあ、今のところでこの仕事をやり続けますよね。っていうそういう社会制度なんですね。 こうなっていくと、まあ、みんなね、うわあなんかこれやりたくねえな、これ意味ねえなって思いながらもずっとそこにやらなきゃいけない。こうすると何が悪いのか、ここがこの国のえ国民総生産あの、1人当たりの単位時間当たりの国民生産であの資本主義社会の中で、まあ、列強と言われる中で、まあ、日本は低い部類に入ります。なぜそんなふうに生産性が低くなっているのか、それは一人一人が。 やり,てや,りてやりたくてやりたくてたまらないってことをやらないでなんでこれ何の意味があるんだよっていうようなことをやってるような状況に追い込まれてるんですねつまりその人の能力が100だったら100のものを生産できるのにその人が100のことやらないでいいからお前はこれ黙ってこれをやれって言われてもう10くらいとか下手したら5とか1とかの生産性あのやる気とかそういうのを全部含めてそういったこの世の中に対しての価値の生産が1とか10とかそのくらいしかされてない100の能力があるのにそういったことがこの国民全体で みんなでやってることによってこの日本の生産性がですね10分の1とか100分の1に本来のところから減ってるわけですねこれが最大の問題点なんですそしてなぜ経済がうまくいかないかなぜバブル期は経済が回ってたのに今はバブル期のまあ約確か1.5倍くらいのお金の総量日本円が存在しているにもかかわらずお金がその回り続けていかない経済が良くならないのかそれはお金が回らないからですねた,たった 1000、えー、円札しかこの世の中に1枚、1000円札1枚しか日本になかったとしても、それが超高速で人から人の手に渡ってぐる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 回れば、何千兆円という国民総生産になるわけです。で、それ、あのお金の所有権が変わるたびに税,税金が取られていきますつまりお金の一部に羽根が生えて、まあ、税務署に飛んでいくわけですね。こ,うこれが起こるので、要はお金というのは回し続けることによって、えー、価値を発揮するわけです。そしてこの 料量っていうのは関係ないわけですね。じゃあ、どうして回らないのか簡単ですよね。だって仕事するのに大変で、ようやく稼いだ10万円が、また来月も入ってくるか分かんない、入ってくるか分かんないから貯めないとって言って、あのみんなあのお金をいっぱい持って使えるのに、いつまた不況が来るか分かんないってやってるわけですね。あのじゃあ、どうですか、来月必ず20万円入ってきます。 えー、子供が3人いたら、例えばあの来月60万円入ってきますとか、まあ、そういうようなベーシックインカムがあったら、これ必ず入ってくるので、もうあどんだけ使ってもいいんだ、安心なんだあ、今月はこれだけ使えるんだっていうのが分かりますよね。じゃあ、それを強制的に起こさせる方法、それが具体的なやり方です。ね、利点はあのやりたいことができる。 みんながこれはね、あのお金にならないからできないじゃなくて、本当にやりたいこと、だから何もしなくてもお金が入ってくるので、自分の時間を100%やりたいことに使えるわけですね。これはあのファイナンシャルフリーになった後に分かるわけですよ。ファイナンシャルフリーになったら、自分の時間が全部自分のやりたいことに使って、普通にその生活するところとやりたいこと、そのやりたいことっていうのは、お金に変わらないことでも社会に貢献してることっていっぱいあるわけですよね。そういったことが今できる世の中になってきています。そこで結論を申し上げます。私が言いたいたのは 半減期付き貨幣制度、半減期付き貨幣制度、つまり半、まあ、あの放射能とかで半減期っていって放射能が半分になるのが何年とかありますよね、それが例えば6ヶ月とか3ヶ月でお金の価値が半分になります。はい、ベーシックインカムで20万円もらいました。でもこの20万円、1ヶ月以内に使わないと、15万円の価値にな,なっちゃいますよ。残りの、ね、15万円の半分になった分は、羽が生えて税務署に飛んでいっちゃいますよっていうことができればいいんです。えー、そんなお金の使い方なんてあるんですか 実はですね、この今、我々が使っているこの日本円は、半減期付き改変制度にすでになってるんですね。えー、お金減ってませんよ、減ってます、これはいゃいつ、半減期がど,どうなってるのか、それはですね、人間の命がまあ70年とか80年とかで、一世代変わっていきますね、その時にお金に羽が入って飛んでいくんです、そうです、相続税です。 相続税がかかってるってことは、実際、例えば自分が1億円稼いだとしても、それがそっくりそのまま残ってたら、相続税で半分ね、半まあ、まあ人によって違いますけど、ざっくり半分くらいこう羽が生えて国に戻っていくわけです。つまり、われわれは今、われわれが使っている日本円っていうのは、半減期が80年くらいの、えー、日本円、半減期付き貨幣制度なんです。だからわれわれはすでにこの半減期付き貨幣制度っていうのをやってるんですね。じゃあ、1か月、3か月で半減期作れるか、それはね、 今までででででは現金だったからできなかったたかかかかららきなんですすもこれからどうですか電子マネーですね、今あの暗号資産とかって言われてますけど、それは半減期をつけて、えー、税務署に羽が入って,って飛んでいくっていうのが分かるわけですね。で、羽が生えて飛んでいかなくても、それを使ったら所有権が変わったときに、あのー、その消費税とか、あのー、またその収入になって出てきたその利益がまた羽が生えて税務署に飛んでいくわけですよね。つまりお金が使われる 方がまあ、自分の手元に置いて、ね、何も使わなかったら勝手に半分になっちゃうんだったらみんなこれを、あのー、その月のうちに例えば使おうとしますよね。そうすると毎月使われるお金の総量っていうのは税務署側からもこの国としても計算できるわけです。計算できるってことは税収がこのくらいお金が回るなんて回るってことはね、あのー、その働いてる方も個人事業主として他のやればこう回り続けるので。 どどんどん収入が出て入がってくるわけですねそうすると、要はさっき言った千円札1枚しかなくても延々と回り続ければお金の,その価値、この国民総生産は一方的に上がっていくので、そこで税収っていうものがバかーンと上がりますしそう、結局どんだけお金が回ったかなんですよ。じゃあどうやって回らせるか、それは半減期付き課税制度、それが今まさに電子マネー、えー、そういったもので可能になってきたわけですね。これを 国としてもしくは一つの団体として、えー、国内であの場合によってはあの特定の地域で特区、えー、みたいなものを作ってです、ね、そこでやっていくとかそういうことをしてこのベーシックインカムこれの根幹となるものがベーシックインカムなんです。でベーシックインカム他にも利点ありますよね。あの例えばあのいろんな超複雑な税制とかあの社会保障制度が本当にシンプルに簡単になりますので。うんうん えー、国,国家公務員の数が減るとかですね、まあ、国家公務員はそういうことやりたくないですけれども、そういったようなさまざまな利点を交えて、要はこの国が一体どこに向かいたいのか、この国をどういうふうにしたいのか、私はシンプルにしたい、シンプルにして一人一人が何もしなくても、自分が楽しいと思うこと、ありのままの自分で生活できる、そういう、そして最低限の生活はできる、だから安心してみんなやりたいことができる、やりたいことができるから、さらなる価値が、文化が 栄えてこの日本から世界がどんどん良くなっていく、こういう未来を私は見ているわけです。いかがでしたかそれではまたね、れ、ね、今日話しきれなかったところがいっぱいあるんでね、このベーシックインカム制度、えーえー、これを、えー、やっていきたいと思います。皆さん、議論の種にしてみてください。イエーイ